こんにちは,はてなからこれが新ルールだと思うのでこの辺をやっていこうかなと思いました。X ダッシえー、数字は色付きマスの地雷数または色なしマスの地雷数どっちかしか教えてくれないそんなんで解けるんだろうか ゼロとかがが見つかかかるののわりやすいのかなこの辺がわかりやすいか青に一個入るんだからこのゼロはこっちのことを表していてこれが決まってこれも決まってこれがここのことで間違えましたね。 今ここには地雷ではなくて数字が埋まったんですけど <laughs>、なんか地雷が埋まったと思い込みました。はい、まだ決まってないですね、これは。で、これ決まってて、えー、で、うん。これ、こうだからこうでしょ。で、これが、えーと、決まってないんですね。うん。 えー、っとえっと決まらないなあー決まらないえー、っとこの位置がこっちのことだとないないここはよくわからないわけでしょお互いにあれ <laughs> 何の状なんかそれ分かるのかっていう状況じゃないこの1がこれのことを表していたらないないここは分からないこの0がどこを指してるか分からないこの2がこれかどうかも分からない決め手にならないこの2がここのことを表していたとしたら この1がどっちかわかんないけどもうどっちも1個入ったのでここは入らないことになって0も満たしてて1も満たしてて2も満たしててこの0がこっちではないことが分かってこの2が。 まだどっちを見出せるよーって言ってて決め手がないよなぁとなりませんかやはりここではない今俺は何どのマスを見るべきなんだろう、うん、このマスに入っていたとしたら この2はこっちのことを表す。この0が矛盾するから、ここには爆弾が入らない。ここのマスを見ろだ。まあ数字が密集している場所を見ろ。基本でしたね。この2はどっちのことかわからないけど。 この2はもしもここのことを言ってたとしたら多分先読み、これ以上言えることがな,な、ああ言えるか。これが2じゃないからこっちが2になって。そうするとこの0はこっちのことになって、ここに関してはもうわからん。この2はもう終わっちゃった。この2は終わっちゃった。この1はどっちのことがわかんないけど0があるのでこうなるっていう風になるらしいよ。 これはこのぎがあどこスタートだっけこれどこスタートの話をしたここに入っんこのぎ満たしてるこのぎ満たしてるあれこれあこれあスタート線不毛なの何なんだ。 この2がここを見た時だったっけこれがスタートだっけんここをスタートとしてこうした時にこうなってる。本当に1分前の記憶消えてるからマインスイーパー向いてないんじゃないかな俺。 だろうこ,ここにこう入ってたらこの0はこっちのことを違うこと言きたいなここにこう入ってたらこうなるでしょうそうするとこの2はここのことだからここには入らないちょっとこの2があここが破綻するかだからここは旗を立てられない と3は一通りで0がもうこれはもう何も言ってないんだねこいつはで2を満たすはまだわからないかまだわからないかこのルール難しいぞ <laughs> ここにもしも旗が立ったとすると これはまだ未解決だからここわかんなくてこいつに関してはここを入れろということになりこの1に関してはここが1になるよということをしか言っていなくてこの0はここであるというふうになって矛盾しないじゃあここを見るべきではない逆かうんこうでこれさっきやったもんねもしもここがこうなっているときに この2を満たすのはこいつだけである。これで2終わった。ここの2はもう満たされているし、これがなっても構わない。ここの1は、えっと、ここの0、結局なんかどっちにしてもここが今こうなりませんでしたこうだったときに、ここのマスはわからない。 かかる分かる2なんだからここは入らないあ逆になるのかこれ逆にならないのか1を満たすためにあちょっと待って1が満たせないっていうのが発生しないなんかんこうなった時に矛盾してたこうなった時に2を満たすためにはこうかこうです 1> が、1を満たすのがもうここでしかできます。あれ結論が違う。多分なんか変な勘違いしてる。で、この場所はわかりません。でも0と言われたのでこうなる。×の場合はこうなる。 こっちの場合が2を満たすためにここに入るしかないんだよねやっぱそうだよね。ってことでこうなる合ってるよね。<laughs> 得られるヒントの数が半分だからさ。 むずいよね上の0が決まって灰色の場所には入らない2はこれだけだからここ入らないで地雷が残り3個かむずくねえすかもうちょいやるか3個 3個やるかわかんない2はここだけわかった2はここだけ どっちにしても残りのマスは全部旗が入らない。ええー、と、言えないんだっけ言えないんだわ。言えない言えない。どっちかは言えない。言えないんだわ。うん。ここに旗が立、ここに旗が立って、うんとね。ここに旗が立ってないとすると、ここが今スタートな。 この位置を満たすのはこれだけになるので、こうなる。そうするとこの位置は、まあ、結局どっちかでした。終わりだな。ここに立つか立たないかわからない。うん、決め手としては微妙。こっちになった場合、こ <laughs> こ,う、うん、こ,こはあってもなくてもどっちでもいいから結局決まらない。 ここに旗が立ってたとすると違う今そこじゃなくないこの0のここに立てたらいけないよって言ってんじゃないの3ができるのはこっちのみであるが3ですよということしか言ってなくてここは分からん。ここに旗が立って スタートすると、この位置を満たせるのはこいつだけだからこうなってこの位置を満たすためにこの子に立ってるよ。2がこっちで行くかここで行くかわからんよ。わからんことだらけよな。わからんことだらけだよなやっぱり。 いやむずいよ、ね、マジでどこ見ればいいんだろうここにはら <laughs> ここに入らなかったとするとこの2はここのことになっててなったねーでしょどこにどう入るかは分かんないけど1個だけしか置けないよ それっきりだなやばいねーここに旗が入ったとするとこうなるう微妙でしょうこの木がここかここかわからないここにこう <laughs> さっきからこんなことばっかりやってる <laughs>。 ここに広範囲の,この位置はここのことを表していてここは不明この位置はこっちのことを表してるのでこうなる今ここなでも行ってそこまで で、そこ,までこれがこっちだった時でも両立する場所はないのかこの場合はここに立ってもいいし立てなくてもいいよねの時点でも論理が進まない。 苦手かもな <laughs> このルール <laughs> このルールおぞましくないかなんか 5×5 でヒント使うのはちょっと嫌だなおぞましいよねこの空いてる全てのマスで 旗の時、旗じゃない時っていう二択をやってって矛盾するマスがどっか一個絶対あるはずっていう話なんだけど、今んとこ全部外した。それっぽいとこ全部外した。ここに入らないとすると、この位置はここのことになって、これやったよね。 この位置はどっちのことかわかんないからこのマスがこの不明これが不明であるが一つ見つかっちゃうとそれ以降の論理何も成り立てへんからな仮の仮までいくのかなここが不明なので 分かったでもこれが分かったところで結局この2はどっちに向くかは決まんないんだよなこの2を決めるあたりが必要なんじゃないのうん, <coughs> うんでもここの色のないマスに立てましたって言ってもそれがこの2と一致しないんだから、まあ、それ以上の論理が進まへんねん。 これをやるためには、こいつがこの2じゃないよねっていうことをスタートすることしかできないんだけど、そうするとここに1個入ってますよから先進めんねん。<laughs> 地雷総数 <laughs> あと6個で、ここに1個しか入らないよ。 って言ってる時に地雷総数残り5個埋められるのかってことそれをやるにはここに2つ格納できないともう少なくともアウトで こう格納した場合この位置を破綻するからこう格納した場合はこの位置を満たすためにここに入れないといけないけどそうするとやっぱりこれが破綻する。でこうした場合はこの位置は満たせててこの位置も満たせてるからこれができちゃうな。 こうこういうケースはやってよいとされている。まあ強いて言うのはさらに1だからここは入らないけどってなるよね。こういう入れ方をしてもいいっていうのはもしもここがこうなったらこういう結果になるよっていう話。 ね、もしもここがこうだったらで同じ結論になるマスを探すのかもしもここがこうだったとしましたこの2がここのことを表しているのであればここに関してはいくつ入れても構わないので総数の話ができないこの2がここのことを表しているのだとしたら やはりあと1個しか入れられないという状態になってこの空間にうーんでもそれはここ,この論理をすり抜けてるからそれができたところで何にもならないあれやばいよやばいよこの3211が決まってなくて2が決まらなすぎて他の決めようがないっていう状況なのよ マスであーちょっとこれを続けるならヒント見ちゃった方がいいのかもしんない今から全てのマスでこれとこれを入れ続けるのをやるんだよなちょっと考え方教えてくれそこなの ?1 と1からこのマス決まるでしょこのマスがこうだったらそれさっき言ってたやつかなあ このマスがこうだったらこれが1になるしかなくてこれの1がああもうここだここで即見えてるんじゃあ頭を立てたらこの位置が破綻してるんだこういうのはさ俺一回やったんだったらマジで申し訳ないけどやってないんだとしたらも単に、ね、そう当たり外しましたよ以上の感想はないな で2が決まってあこれはもう何もできない1のマスが決まったからこれは入らない1のマス決まったからここ入らない1は分からんけど2ができる分かんないどっちか1個1個か2個入るよってことしか言ってない残りのマスが5個 でもここには1個しか入らないよってのは分かってるんだから「こう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 」は地雷になる。と位置が決まるので決まるいやー見逃し見逃しと言ったら見逃しなんだけど見つけられないっていうのは俺の実力不足だったな1個か2個ですよ 2はここのこのとを言っていますよどうあがいてもこいつはここに数を持つのでここが0ですこの2もここのことを言っていることはわかりますがこのマスのことについてはよくわかりません。 この1は確定。この1も確定。2確定。2確定。わからない。2はこっちの色であることはわかる。ここに一つだけ存在することだけがわかる。こいつはよくわからない。こいつとこいつの関係。肌が立ってない側を全部埋めるわけだが。 こいつが、全く旗を立てないというのも一応あるんですが、2ができる。この1ができないかそれはなんだな、別に何もなくないえ、この1が、1個以上立てるよねということしかわからない。 1>, 1か2か3か分からない1つしか立てないよというときはこう,こういう状況である2ができるのがこうしかなくなりこれ今1の1ねこのマスに比べては問われていないが この1を満たすためにここに必要になるため、こうなるらしい。そうするとこの0を満たすために、ここに何もない。っていうところまでわかる。もしここに2個入れ、ちょっと3個いくか。3個ここに入れるケースがあったとして、 えーと、何言ってんだこれは1を満たさないじゃないか。3はないです。ごめんごめん。2個入れるとして、どう入れますかが、これが2パターンなのかなこうやって入れてしまうパターンがあったとして、この1を満たすために、こうなるよ。そうすると、0を満たすためにこうなるよ。 2を満たすためには、ここを入れる必要があるよ。で、あともう一つ、2個入れるんだけど、ここに入る方の2のケースの上バージョンと下バージョンがあって、上バージョンでこうやって入ったとすると、 まず1は満たしていて、えー、0を満たすことができないから、そっか、これは即アウトなのか、色違いで入れると0が破綻する。はい。パターンとしてはこれしかなかったので、決まる場所もいろいろあるでしょう。えー、と、追加の数字の情報は0のみ。 この辺の地雷数が4つなので、ここがゼロだと破綻するから、ここが、あ、あ、あ、ここがゼロで、ってことね。ちょっと難しい、難しかったな。ヒント数の制限が、普段の半分になるので、普段の倍、試行錯誤が必要になるような、 でも実際は、そこがそれならこうですねっていうのが簡単にわかりましたよね。これでっかい場面だともっと複雑になるのかなもしもこうだった時の、さらにそうだった時みたいなところまで話が広がるんやろうか。なんか、難しい。マジで難しかったね、これ。では。